茂木のゆず塩ラーメンです。はい、どうも。はい、田中氏、ご飯の時間です。今日はね、こちらでございます。これ結構有名らしいですよ。道の駅のグルメ的なやつのナンバーワンを決める道ワングランプリなのか道ワングランプリなのかちょっとわからないんですけど、そのグランプリで2016と2017連続で優勝している、そのグランプリを取ってるということですか。ゆず塩ラーメン茂木、なんかいい、茂木の、よいしょ、ゆず塩ラーメンです。いただきます。ああ、おいしい、おいしい。ゆずもちゃんっていうのがたくさんいますよ。多分ゆずと茂木のもが合体したゆずもちゃんでしょう。途中でこれ入れて、彼がゆずもちゃんだ、食べると変わっていいですよってことで、おすすめだそうです。ここ あります、置いてありますから。いいっすね。さらにパワーアップします。お、なかなか、おお、そうですね。普段こういうの足すときって、もうレンゲにこうやってスープ入れて、こういうのちょっと足してってやるんですけど、今日ドバドバ入れました。正解です。今ツイニンク茂木さんちょっと行って見学させていただいたんですけど、すごかったですね。やっぱりレースで使うような車ね、エンジン音かっこいいね。
これからどんどん寒くなりますからめちゃめちゃ売れるんでしょうね。ミチワングランプリ2年連続ゆず塩ラーメンとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。いや、いい出会いしましたよ。お、力あるな。力ありますね。すごいですね。いい出会いしました。ちょっとチャンネルとかこの子たちの紹介とかしてもらってもよろしいですか。こっちのこのお名前は、この子がブランシェ。ブランシェか。ブランシェ。フランス語で女性名詞の白。へえ。この子が、あ、どうぞ。リブル。リブル。この子はフランス語で自由なという。ああ、いい名前ですね。で、この子は間もなく3歳。はい。この子が1月で7歳。はい、リブル。はい。すごい大きくて綺麗ですね。おさえ。おさえ。おさえ。待て。おさえ。待て。YouTube もやられてるんですよね。はい。チャンネル名を教えていただいてもよろしいですか。グレートピレニーズっていうチャンネルの、はい、ブランシェプリンス&リーブルプリンス。おお、わかりました。これがチャンネル名です。ちょっと僕じゃあ後で調べて、はい、リンクを、はい、動画の説明欄の方に貼り付けておきますので、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、ありがとうございました。主のところへ。はい。はい、リュウ、おいで。はい。いや、かわいいですね。綺麗ですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。